日本共産党の藤野康文です。まず冒頭、台風19号の被害により、大変な、被害を、受けていらっしゃる皆様に心からお見舞いを申し上げます。私は北陸支援ブロックというところから、国会に送っていただいておりまして、発災直後には長野県千曲川が決壊した、現場にも、行かせていただいて、長野市や佐久市、行かせていただきましたし、20日には新潟県の長岡市、上越市、そして昨日も、再び長野市、千曲市に伺ってまいりました。本当に避難所の生活の改善や、泥の除去、被災ごみの処理、生活の立て直し、商店や農業の被害補償など、課題は山積みだというふうに実感をしております。法務省でいたしますと、被災した土地の権利関係等の復旧などで、これまでも力を発揮されてこられましたし、やはり法務省の力はどうしてもやっぱり復旧において必要になってくると思っております。あまり目立たないけれども非常に大事な仕事だと思います。大臣は所信の中で、法務省の総力を結集して被災者の生活再建に力を注いでいくと述べられましたし、今日の答弁でも、災害対応は法務省の本来業務という、お言葉もありました。もうそういう点では私も全力尽くしてまいりますが、ぜひ法務省としても、今後ともですね、こうした、立場で全力尽くしていただきたいと思っております。これは答弁は求めませんのでよろしくお願いいたします。その上で私は大臣が所信の中で述べられました入管収容施設における長期収容の問題についてお聞きをしたいと思います。大臣はこうおっしゃっております。長期収容者の問題は我が国の出入国在留管理制度の根幹を脅かし、ひいては我が国の社会秩序や治安に影響を与えることにもなりかねない深刻な問題ですというふうに述べられているわけですね。そして新たに専門部会を設置して必要な法制度、法整備も含めて根本的な、方策を検討するように指示を出されていると思います。そして21日月曜日にこの専門部会の第1回会合が行われております。入管庁にお聞きしたいんですが、この専門部会というのは具体的にどのようなことを検討しようとしているんでしょうか。どなたが、はい、出入国在留管理庁高島次長。ご指摘の専門部会は出入国管理政策懇談会のもとに設けられたものでございまして、現在における収容の問題についてですね、収容および送還の問題について、存在する問題についてご検討いただく、そういうものでございます。はい、いやそれは分かってまして、で具体的に何を検討するのかということをお聞きしたんです。ちょっともう一回お願いします。はい、次長高島次長。高島次長、ご指摘のとおり月曜日にその第1回がありましたが、どのような問題についてご検討いただくかにつきましても、これからの議論の中でご検討いただく、ご議論いただくということになっております。はい、藤野さん。先ほどの大臣の答弁の中でですね、例えば仮放免の身元保証人、これの要件の厳格化だとか、あるいは仮放免の保証金の金額のあり方という答弁も大臣がされているわけですね。ですからそういったことを今後、検討していく。で具体的には要するに仮放免について言えば、相関もありますけど、仮放免について言えば厳格化していくということが一つの方向として出てると思うんですが、それでよろしいですか。はい、高島次長。先ほど大臣から答弁がありました、保証人の件、それから保証金の件でございますが、これは現行の枠内でも運用においてですね、対処しうる、これを最大限、活用すべきところは活用しということでございます。現行の枠を超えて、やるべきこと、あるいは現行の枠の中でできるんだけれども、まだ我々が
十分使ってない部分がもしあるとすれば、それを指摘いただくという部分も含めて、これがこれから検討いただく内容になるかなというふうに思っております。はい、藤野さん。大臣は所信の中で、この長期収容者の問題は我が国の出入国在留管理制度の根幹を脅かしとおっしゃっていらっしゃいまして、私はこのいわゆる出入国管理制度の根幹が問われているという認識は私も同じなんです。この間この法務委員会でこの長期収容の問題を私何度も何度も質問させていただいてですね、本当にいろんな問題あると思っておりますし、そういう意味では根幹が問われていると。で、法整備の必要性、これも私も実は一致しておりまして、今の入管法についてはこれ改正が必要だという点も私同じ認識なんです。ただ中身がですね、大きく違うというふうに思っておりまして、今からちょっとお聞きしたいんですが、まず大臣はその根幹を脅かしの後に、ひいては我が国の社会秩序や治安に影響を与えることになりかねないとおっしゃってるんですが、これなぜ長期収容が社会秩序や治安に影響を与えることになるんでしょうか。じゃあ大臣。大臣。この仮放免、先ほどもご答弁で、申し上げましたが、例えば今年6月末現在、総監禁非、非収容者858人のうち 43% の366人が有罪の判決を受けていると。うち84人は仮放免中の犯罪によって有罪判決を受けていると。さらに189人はこれ全体の 22% ですけれども、退去強制処分をすでに複数回受けていると。また152人は仮放免中の逃亡や条件違反によって仮放免が取り消された上で再び収容されていると。で、こういった人たちを重複分を除きますと全体の 57%、 492人に上っております。で、しかもその犯罪の対応は殺人、強盗、強制性交などの凶悪犯罪、そして薬物事犯、窃盗詐欺、交通事犯の順で多くなっております。そして、今現在でその中にはですね、いくつかご紹介しますと、平成27年12月名古屋イラン人集団暴行死事件、これはいいんですか、はい、それと合わせまして、強い問題意識を持っておりますのが、332人が今現在も、所在不明になっているということから、強い問題意識を持って、先ほど申し上げたようなことを述べたわけであります。はい、社会にとって、危険な人物だから、収容を継続していいんだと、こういう論理はですね、実は大変危険な、ものがございます。ある意味日本人でも犯罪歴を持っている方や仮釈放 の経歴がある方いらっしゃるわけで、社会に危険だからと政府が認定すれば隔離できるんだ、収容継続できるんだということになればですね、これ本当にこう恐ろしい社会になってくると思います。でもう一点、これは入管法そのものの趣旨とも大きくやっぱりずれてくる、逸脱していると私は思うんですね。私も入管制度の中で収容制度があるということ自体、これの制度趣旨は理解しております。国家で主権国家ですから、主権国家として出入国管理を行うというのは当然であります。その際送還に向けた収容が必要になるケースがある、これも理解をしております。ただ入管法が想定している収容というのはあくまで強制送還があって、その前に行われるものであります。入管法の52条3項にはこういう規定があるんですね。入国警備官は、飛ばしますけど、退去強制令書を執行するときは退去強制を受ける者に退去強制令書またはその写しを示して速やかにその者を事情に規定する送還先に送還しなければならない、速やかに送還しなければならないというのが法の趣旨であります。
法務省にちょっと入管に確認しますが、この52条、今言った入管法52条をはじめとする退去強制に関する規定というのは、まあ、法制定以降改正されておりません、ね、出入国在留管理庁高島次長、はい、お答えいたします。昭和27年に、かつての出入国管理令が法律に格上げされた以降、退去強制事由が追加されたり変更されたということはございましたが、平成16年の入管法改正において出国命令制度を導入した、これは結構大きな改正ではございましたが、これを除いて、大枠の制度変更は行っておりません。はい、つまり昭和27年で1952年ですかね、まあまあ、70年近くこれ法律変えられていないわけであります。で、その当時の立法趣旨を当時の、政府はどのように説明していたかというのは配布資料の1でございます。ご覧いただければと思いますが、1954年の、2月3日の衆議院法務委員会で、当時の鈴木はじめ、当時はこれ、入管局長が答弁されております。で、紹介しますと、ここはもちろん刑務所でもないし、そういう犯罪人を扱うところでもない、単に帰国する人たちの船町である、特に外国人であり我が方と対等な立派な人たちを扱うのであるから、その精神で第一線の外交官たれということを隅々まで徹底させて扱っておるわけでございますと、まあ、そういうような答弁なんですね。これがもともとの立法趣旨であります。つまり送還、これはもう当然国家としてやる場合があると。で、その際収容も必要だと。しかし収容というのはあくまで船待ちというか、まあ、飛行機待ちとかもそうでしょうけども、その短期間のこうワンショットの収容、身柄の確保というのがこの入管法が、まあ、予定している収容の趣旨であります。ですから そこを今大きく乗り越えているわけですね。で、入管にもう一つ確認しますが、今非収容者の収容されている方のうち半年以上収容されている方、1年以上の方、1年半以上の方、2年以上の方、それぞれ何人で何パーセントぐらいでしょう。はい、高島次長、お答えいたします。収容期間が6月以上1年未満のものは148名、12.9%、1年以上1年半未満が138人、12.0%、1年半以上2年未満が142人、12.4%、2年以上2年半未満が、失礼しました、1年半以上2年未満のものは 142人、12.4%、収容期間が2年以上のものは251名になります。2年以上のものは251人です。はい、はい、藤野さん。今のは全国の数字じゃないですよね。東京入管ですか。ちょっと確認してくれますか。高島次長。これは6月末現在でありますが、全国の地方入国在留管理官所の収容施設において退去強制令書の発布を受けて収容中のものが1147人いるんですが、その内訳でございます。はい、藤野さん。ちょっと事前に伺ってたのと、ちょっと数字のまとめ方が違ってたんですが、まあ、結構だと思います。で、要はですね、まあ、例えば2年以上の方が251人いらっしゃるということなんですね。本来船町、飛行機町であるはずの収容が2年以上っていうのは250人超えてるわけですね。これはもう入管法が予定している送還のための収容という事態から大きく外れている、制度本来の趣旨が全く歪められているというふうに言わざるを得ないと思うんです。で、問題は法務省がこの事態をさらにですね、こう長期収容する方向、悪化させる方向で進めようとしているということであります。配布資料の2を見ていただきますと、先ほど大臣が挙げられたような、いわゆる我が国で罪を犯し刑事罰を科された者や退去強制処分歴または仮放免取り消し歴を有する者を仮放免することは、我が国の安全安心を確保する観点から認めるべきではなく、
一刻も早い送還を期すべきと。送還期すのはいいですけども、仮放免を認めないっていうわけですね。こう要は社会にとって危険だからっていうのが前面に出てきているわけであります。しかしやっぱり入管法が認める収容というのはあくまで送還のための短期収容であって、なんか再犯予防のための収容とかですね、あるいは治安維持のた治安目的のための収容なんていうのは入管法が全く予定しておりません。ですから大臣がおっしゃっているように法務省がやろうとしているのは、こう入管法の本来の趣旨を超えてですね、社会にとって危険だと政府が認定した人物は収容し続けようということなんです。大臣お聞きしますけど、これは入管法が認める収容じゃないんじゃないですか。入管の仕事じゃないんじゃないですか。高島次長。お答えいたします。入管法ではあくまでも入管法の24条において退去強制自由が定められておりまして、その中には犯罪を犯した者等がございます。でその中で、そういう退去強制自由が損するものを確実に送還するために、収容するというのがこれは収容であります。この収容も先ほど委員からご指摘がありましたとおり、できる限り早期に送還すべきということは我々も十分認識しているところでございます。さまざまな事情によって、遅れているものがございますが、あくまでも確実に送還するための収容であるというふうに認識しております。はい、藤野さん。いや確実に送還とおっしゃってますけど、2年以上が250人超えてるわけです。全く確実に送還されてない。そこの原因にメスを入れるべきであって、それをさらに長期化しようなんていうのはもう逆行以外の何者でもないと思います。大臣、確かに前科等があるのはこれ好ましくないと思います。しかしですね、なぜそうなるのかと。例えば入管の場合は仮放免されてもですね、日本人刑務所のような一時保護施設ってないわけです。もう放り出されちゃうわけですね。しかも仮放免の場合は就労も禁止されております。数年前までは法務省も大臣が多分副大臣やられた頃は就労を認めていたんですけども、これ厳格化によって認められなくなった。要するに日々の糧が得られないわけですね。あるいは生活保護とか、あるいは国民健康保険も対象外になっております。仮放免の場合、入管から出された場合は刑務所以上に過酷なこう状態で放り出されるのが実態なわけでありまして、そうした中で今大臣がおっしゃったような事案も起きているわけであります。で最近は仮放免しても2週間で再収容されるケースも相次いでいるんですね。で、あの人間扱いされない場所、私も牛久にも行きましたけれども、あの場所に戻るんであればっていうんで恐怖感からやむを得ずこう失踪するっていう例もあると。先日東京新聞に湯の原牧師という大村長崎の牧師さんが出ておりましたけども、その方も2週間で戻される恐怖が逃亡を誘発しているという指摘をされておりました。繰り返しますけど、やっぱり入管が認めてるっていうのは送還のための収容であって、再犯防止とか治安目的のための長期収容などっていうのはこれ断じて認めてないんですね。ですからこれをやろうっていうのは本当に許されないと思います。でもっと言えば、これ日弁連は何と言ってるかなんですけども、配布資料の3を見ていただきたいんですが、これ日弁連の意見書であります。2014年9月出入国管理における身体拘束制度の改善のための意見書、ちょっと長いので一部だけご紹介しておりますが、そのこう書いてあるんです。入管法上の収容を将来の違法活動阻止のための身柄拘束と解し、その点で予防拘禁と共通する性質を認めようとするものといえると。予防拘禁という指摘であります。で刑事局にお聞きしたいんですが、現行法上予防拘禁というのは認められているんでしょうか。刑事局長、小山刑事局長。はい、現行刑法の制度としてお答えいたします。お尋ねの予防拘禁が犯罪に対する刑罰としてではなく、対象者が将来犯罪行為に及ぶ危険性があることに着目した予防的な措置として強制的に施設に収容する制度を意味するものだといたしますと、刑法上の制度としては存在はいたしません。はい、藤野さん。いやだから存在しないというか認められないわけですね。で配布資料の4にはこの点についての、過去の国会審議も
紹介しております。ご指摘はこれ我が党の浅森誠二議員に対する答弁なんですが、ご指摘は治安維持法下の予防公金のことであろうかと思いまするが、今日の憲法秩序下では原則としてとても考えない問題のように思いますと、こういう刑事局長の答弁があります。でやっぱりなぜ予防公金という公金という言葉なのかというのを調べますと、やっぱ現実犯罪を犯してないわけですね、あるいは再犯を行っていない、だから犯罪を行ってないから禁錮とか懲役とかそういう刑に関する言葉が使えないと、だから公金という言葉が選ばれたそうであります。収容も今同じ役割をですね果たしている。で今の入管収容がどれほど異常かということをちょっとご紹介するために、治安維持法でですね予防公金というのが実際ありましたので、それちょっとご紹介したいと思うんです。でかつての治安維持法による予防公金というのは要件がいろいろありまして、再犯の恐れが顕著な場合認められるというのは治安維持法39条の要件であります。顕著、そして裁判所の決定が必要なんですね。裁判所が決定する、そして上限が2年というふうに決まっております。この要件がすべて当時の治安維持法という法律に書かれてたんですね。一応法律に書かれてた。ところが入管収容はどうかと言いますと、前科等があるだけで再犯の恐れが顕著かどうか全く関係ないんです。先ほど高木議員が紹介された2月28日30年の指示によりますとですね、再犯の恐れが払拭できないって書いてあるんですよ。治安維持法でさえって言ったらあれですけども、治安維持法でさえ再犯の恐れが顕著じゃないと予防公金できないんですが、今の運用は再犯の恐れが払拭できないなら収容継続していいよっていうなってしまってる。しかも裁判所の決定不要であります。入管だけの判断で、しかも2年とかいう上限もありません。先ほど言ったように2年以上が251人に達している。すべて法務省内部の裁量で行われているという実態です。ですから大臣、これ今の収容制度というのはですね、悪名高い治安維持法よりも緩い要件で収容が継続させられてしまっている、これが実態なんじゃないでしょうか。大臣。はい、大臣。ただいま藤野委員とのご質疑を伺いながら、収容の長期化はこれは断じて防がなければならないという点では認識を一致しているなというふうに感じさせていただきました。出入国管理及び難民認定法上退去強制令書が発布されたものについては速やかに送還しなければならないと、そうなっているにもかかわらず、現実にはこういうふうな、先ほどからご指摘になっていることからが現実に発生をしてきているということですので、まずは現行の法制上運用の改善などを通じて取りうるべき、例えば身元保証人の審査の厳格化、それから、保証金の金額のあり方、これは法律の規定がありますので、それを意識していろいろと考えていく、そういった直近の事柄に加えて、長期化を防止するための方策をまさに議論検討していただく会議体がおととい21日に第1回会合が開催をされた、法務大臣の指摘懇談会である出入国管理政策懇談会の下の収容送還に関する専門部会ということでありますので、この部会、この専門部会の中で、しっかりとした議論を起こしていただく、それを期待をいたしておるということであります。はい、藤野さん。いやどうもお答えにならないんですが、私は長期収容は確かに問題しております。大臣おっしゃったように、ただその原因が今本来収容すべきじゃない人まで収容してしまっていると、それによって出口に行けない人ですから、もともと送還という帰れないいろんな事情今から言いますけども、そういう方まで全権収容主義という今の運用の下でもうとりあえず収容していると、その下でどうしたって帰れないから2年以上という方がですね増えていってしまっているわけであります。大臣がこう10月1日に発表されたこの送還危機者の実態について、先ほども答弁ありましたが、これですね、本当にやっぱり、これを見ながら私思い出したのは、さっきの国会で失踪された技能実習生について法務省がまとめた資料があるんです。
で、この資料にはですね、失踪した技能実習生の8割があたかもより高い賃金を求めてお金のために失踪したんだって、こういう法務省のまとめの資料があったんです。これ大問題になりまして、当時で聴取法も我々実際見て実態逆だと、使用者側に問題があったんだということも明らかになりましたけれども、まあ、そういうのを私これ思い出したんですね。非常にもう一面的にその危険だ危険だと描いてですね、これはもう仮放免しないんだという、これはですね実際の収容者の姿とも私違うと思うんです。強制送還の見込みがなぜ立たないか、例えば送還先の政府が受け入れを拒否しているとかね、あるいは本人が難民申請をしている、あるいは配偶者や子供がいてもう日本に生活の本拠ができてしまっている、こういう人たちは力ずくで返すというのは今の制度でもできません。難民条約に反しますし、それに基づく法律にも反するわけです。でこういう人たちは別途例えば難民として受けるのかどうかを本気で検討するとか、あるいは別の在留資格で受け入れるかどうかを検討するとか、収容とは別の対応が求められるわけです。それが入管の仕事だと思うんです。例えば近年在留特別許可が大幅に減ってるんですね。これ大臣が許可できるんですけども、これだーっと減ってきて、従来ならこの在留特別許可で日本への在留が認められてた人も認められなくなってしまって収容されてるわけです。あるいは一時保護施設、先ほど言いましたけど刑事施設ならあるようなものが入管の場合はないわけですね。それを理由に収容継続という例まで出てきてしまっている。そして根本的には難民認定率の低さ、これがあると思います。いずれにしろいろいろやることは、入管としてやるべきことは他にあってですね、それを本気で今度の専門部会で検討すべきであって、収容を前提にして仮放免を厳格化するとかですね、そういうのも絶対にやってはいけない方向だというふうに思います。で、私ちょっと提案したいんですけども、今度専門部会ができたわけですから、で最初先ほどの答弁で自由闊達に検討してほしいというふうにもおっしゃいました。ですから例えばですけど、配布資料の6と7は日弁連のですね、提案なんです。こういうことを法整備をやるのであればやるべきじゃないかということで、例えば日弁連は収容を退去強制の確保に必要な最小限の場合に行うこととし、収容の必要性のない場合や相当でない場合には収容してはならないことを明文化すること、こう法律的にやるべきだという提案です。で配布資料の7はこれは東京弁護士会でありまして、非常にシンプルなんですが、収容の必要性を明記すること、法律にですね、こういう提案であります。私これ大事だと思うんですね。で大臣にお聞きしたいんですが、今度の専門部会でこういう収容の必要性や相当性の要件化、これも検討するように指示していただきたいんですが、いかがでしょうか。はい、大臣。まずこの設置いたしました収監送還に関する専門部会の委員の先生方ですけれども、弁護士の先生を複数、委員としてお願いをいたしております。また長年にわたって難民を救援する活動を特定非営利活動法人 NPO を通じて、真摯にお取り組みの専門家の先生にもお入りをいただいておりますので、さまざまな角度から自由闊達な議論がなされることを期待をいたしております。で今、藤野委員がご指摘をされました点、これが検討の対象となるか否かというのは、まさに今後この専門部会の中で、ご議論をいただけるものだと考えております。はい、藤野さん。これはですね、やっぱり両弁護士会が要求してますし、世界的にも当然の要件なんですね、法律上。ですからこれ日本でもぜひ実現していただきたい。もう一つ提案したいのは第三者の関与なんですね。今の入管法を見ますと第39条の2項ではこう書いてあるんです。収容令書は入国警備官の請求により、その所属官署の主任審査官が発布する。つまり警察で言えば警察署の警察官が裁判所じゃなくて同じ警察署の主任の警察官に逮捕状を請求して、それを主任が許可するっていうこと、同じ状況なんですね。これはですね、身体の拘束という重大な人権侵害に関わる手続きとしては極めて異常であります。海外でもドイツ、イギリス、スウェーデンでは収容の要否期間、仮放免等について裁判所が関与する、裁判所がいいですよと言って初めてできるわけですね。仮放免についても裁判所が判断する。
で、日本でも実は重要な実例がありまして、少年法の手続きであります。少年法は家庭裁判所が関与するわけですね。これも身柄を拘束しますから、少年の。で、法務省にお聞きしますが、少年法の手続きは、初めは実は行政府の中で、入管みたいに行政府の中で、その審査、手続きやろうとしてたんですけども、裁判所を関与するようにしたというようになっております。国会でもその理由、答弁しております。どのような理由でしょうか。はい、小山刑事局長。はい、お答えをいたします。現行少年法に関することでございますね。現行少年法は少年事件処理の中心に家庭裁判所を据えまして、家庭裁判所が刑罰か保護処分かの選択をすることとしております。このように家庭裁判所に保護処分を行うこととさせた理由については、主として保護処分を受ける少年の人権保障を考慮するのと同時に、刑事処分か保護処分かの第一次的選択を検察官でなく家庭裁判所に行わせることによって、少年に対しては保護処分を優先させるという考え方を強く打ち出したものと言えるなどとされております。はい、藤野さん。ちょっとずらされてるんですけどもね、その理由なんです。まあ、人権保障とおっしゃいましたが、まあ、配布資料の8がその国会答弁なんですね。1948年6月19日、なぜ家庭裁判所を関与させたのかっていうところはですね、その黄色い部分であります。新憲法のもとにおいては、その人権保障、人権尊重の精神と裁判所の特殊なる地位に鑑み、自由を拘束するような強制的処分は原則として裁判所でなくてはこれを行うことができないものと解すべきでありましてと。で、行政官僚をたる少年審判員が、審判所が強制員送致、その他の強制的処分を行うことは憲法の精神に違反するものと言わなければなりませんと、まあ、こういう理由で国会で説明をされております。ですからですね、この趣旨、いわゆる強制的処分、身体を拘束するという強制的処分は行政内部でなくて裁判所が関与しようというのは日本の制度でもすでにあるわけですね。国会でもそういう答弁されております。で、大臣お聞きしたいんですが、自由を拘束するような強制的処分という点では、これ少年院による処遇も入管の処遇も同じだと思うんですね。ですから今専門部会での検討において、この退去強制手続きについても裁判所などの関与、これぜひ検討していただきたいんですが、いかがでしょう。はい、大臣。もう委員よくご存知と思いますけれども、退去強制手続きに含まれる収容につきましては、まず執行を担当する入国警備官、それと別の官職である入国審査官による審査、その後特別審理官による判定、そして法務大臣に対する不服申し立ての機会を経て慎重に判断することになっておりまして、十分適正性が確保されているというふうに考えております。それでもし非収容者が過去、退去強制手続きに含まれる収容や仮放免に関する処分に不服があれば、行政訴訟を提起することができると。この場合、裁判所による判断がなされるわけでありますので、収容に際しましてあえて裁判所等の第三者の関与を振る、必要はないというふうに考えております。はい、藤野さん。いや、今大臣がおっしゃったその3段階の審査ですか、入国審査官、特別審理官、そして法務大臣と、これ全部法務省内の手続きなんですよ。私が言ってるのは、この法務省内で全部の手続きが終わってることがおかしいじゃないですかという質問なんです。だから判断がその法務省内で行われることによって、本来収容すべきでない、本来送還できようにもできない人まで収容されてしまって、だから送還できないから2年以上も収容されている方が250人超えてしまっている。だからこの手続きそのものに私は問題があるのであって、だからこそ第三者を関与させるべきだということなんですね。ですからそこはもう本当に今根幹とおっしゃっている大臣の、確かに私も根幹問われていると思います。やっぱりその根幹にメスを入れるかどうかが今問われているのであって、今の状態をさらに悪化させるような改悪は絶対にやるべきではないというふうに思います。まあ、今日は長崎県の大村収容所で起こった、死亡事件についても取り上げる予定でしたけども、まあ、時間もありませんので、次回に譲りますが、本当に入管制度の趣旨からも外れた今の運用というのは到底許されないということを最後に強く主張して質問を終わります。はい。